こんにちは。今日は V ネックのプルオーバーを作っていきます。とても簡単な模様編みで作っていくので、よかったら試してみてください。使う糸はダイソーさんのソフトミックス、色はライラック、 40g 入って約72m、材質はアクリルとウール、使用かぎ針の目安は10号で編んでいきます。あとはとじ針とマーカーを使います。作り目の数について説明します。今回の模様は長編みと V が1つ、これが1つの模様になっています。鎖の数は1、2、3、4、鎖4つで1つの模様になっています。なので今回は4の倍数プラス1で作っていきます。ただ今回 V ネックにしていくので偶数にします。この V の数を偶数にして作り目の数を決めていきます。今回私は鎖を73目で編んだ場合、約55センチになりました。これはちょっとゆったりめのサイズになります。お好みのサイズに調整してください。鎖を編んでいきます。私はここでは小さく作っていきます。でこの段階であまりゆったりではなくて普通ぐらいの鎖を編んでいきます。鎖編みが終わったら1段目を編んでいきます。鎖をあと3つ、1、2、3、針から数えて6つ目に長編みを1つ、1、2、3、4、5、6で表でも裏でも大丈夫です。私は裏に長編みを1つで長編みで鎖を1つ、同じところに長編みを1つ、でこれで V が1つ、 V の次は長編みを1つ、足元は1つ飛ばして2つ目、次は V、 また1つ飛ばして2つ目、V を作るときは長編み、鎖1つ、長編み、こういう模様になっていきます。次はまっすぐの長編み、1、2、次は V、 1、2、鎖1つ、同じところに長編み、この V とまっすぐの長編みを繰り返していきます。このまま端まで編んでいきます。端まで編んできました。一番端の鎖に長編みを1つ、この長編みは少しきつめに編んでいきます。
次は2段目、鎖を3つ。この鎖も少しきつめに編んでいきます。1、2、3で裏返します。次は V の中に針を入れて V を作ります。この真ん中に針を入れて長編みを1つ、鎖を1つで、また V の中に針を入れて長編みを1つ。これで V ができました。次は長編みの上に長編み、次は V に V、 下と同じ模様になるように編んでいきます。鎖、長編み、でまた長編みの上に長編み、で V、 でこれで端まで編んでいきます。2段目の端まで編んできました。最後はこの鎖に長編みを1つ、この鎖の V の次から数えていきます。ここから 1,2,3,4,5、 ここに少しきつめの長編みを1つ、これで2段目が終わりました。次は3段目、2段目と全く同じように編んでいきます。少しきつめの鎖を3つ、裏返します。で V に V、 で長編みに長編み、で次は V で長編みの上に長編み、 V で続けていきます。でこれをしばらく編んでいきます。22段編んできました。長さは約33センチ。この部分は好みの長さにします。で好みの長さにするんですが、この V ネックのこの部分はあと15センチぐらい長くなります。で裾の方もあと1センチぐらい長くなります。それも含めて長さを決めます。で私は短めで33センチにしたんですが、もっと長めでもいいと思います。で真ん中にマーカーをつけます。私は V が18個にしたので9個目の隣のまっすぐの長編みにマーカー、こちら側から数えても V が9個と次のまっすぐの長編み、ここにマーカーをつけました。でこの端から今糸が出ているところからマーカーの手前まで今までと同じように模様編みをしていきます。とりあえずここまで編んでいきます。で1段目のマーカーの手前まで編んできました。今は長編みの上に長編みを編んだところ、次は減らし目をしたいので V に未完成の長編み、未完成の長編みは絡めて2本から引き抜きます。でもう一つはこのマーカーのところ、ここにも
未完成の長編み。2本から引き抜いて、これで未完成の長編みが2つ。これを一度に引き抜いて、2つが1つになって減らし目ができました。次は2段目。鎖を2つ。で、裏返します。次は、このまっすぐの長編みのところ、長編みの上に長編みを編んだところ、ここに未完成の長編み、でこの鎖2つと未完成の長編みを一度に引き抜いて、これで減らし目で、減らし目をしたところにマーカーをつけておきます。これ以降は今までと同じです。 V の上に V、 まっすぐの長編みの上にまっすぐの長編み、これで端まで編んでいって、端まで編んだら鎖3つで立ち上がって、このマーカーの手前まで編んでいきます。3段目のマーカーの手前まで編んできました。また V に未完成の長編み、2本から引き抜いて、次はマーカーのついたところ、ここも未完成の長編み、これを一度に引き抜いて減らし目が一つ。次は4段目。鎖を2つ、裏返します。鎖の次の長編み、長編みの上に長編みを編んだところ、ここに未完成の長編み、鎖と未完成の長編みを一度に引き抜きます。でマーカーをつけておきます。で次からは今までと同じです。 V に V、 次は長編みの上に長編み、これで端まで編んで、また戻ってきます。5段目のマーカーの手前まで編んできました。3段目の時と同じように減らし目をします。V に未完成の長編み。次はマーカーのところ。未完成の長編み。一度に引き抜きます。次は鎖を2つ、裏返します。長編みの上に長編みを編んだところに未完成の長編み、これを一度に引き抜いて減らし目が1つ。次からは下と同じように編んでいきます。で、これは3段目と4段目と全く同じなので、これを繰り返して9段になるまで編んでいきます。9段編んできました。この段階で1回体に当ててみて、 V が深すぎる場合には段数を減らします。でもうちょっと深くしたい場合には段数を増やします。これでよかったら糸を切ります。肩を閉じ合わせる分を残して糸を切ります。で、糸はだいたい3倍から4倍残して、この幅の3
3倍から4倍。糸を切ります。でもう片方を編んでいきます。で裏返さないで同じ向きでスタートします。でまたマーカーのところ新しい糸を持ってきて糸を出します。で出してしまって一回結んでおきます。同じところに針を入れてここから鎖を2つ1、2で次の V ここに未完成の長編み でこれを引き抜きます。マーカーをつけておきます。で次はこの長編みの上に長編みを編んだところ、ここにまた長編みで次は V の上に V 下と同じように編んでいきます。でこのまま下と同じように端まで編んで、端まで編んだら鎖3つで戻ってきます。2段目のマーカーの手前まで編んできました。今は V を編んだところ、次はこことここで減らし目をします。まず未完成の長編み、次はマーカーのところ、一度に引き抜きます。次は鎖を2つ裏返します。 V の真ん中に未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。で次はこの長編みの上に長編みを編んだところ、V の上に未完成を編んで、次はまっすぐの長編みのところ、次は V の上に V 下と同じように編んでいきます。でこのまま端まで編んで鎖3つで戻ってきます。4段目のマーカーの手前まで編んできました。また V の後には未完成の長編み、マーカーのところにも未完成の長編み、一度に引き抜いて減らし目、これは2段目と同じです。同じことを繰り返していきます。で次は鎖2つ裏返します。V の真ん中に未完成の長編み、一度に引き抜きます。鎖2つと未完成の長編み、次は長編みの上に長編み、で次は V の上に V、でこのまま端まで編んでまた折り返して今と同じように減らし目をしていきます。これを9段編んでいきます。もう片方も9段編んだら糸を切ります。次は後ろ身ごろのこの部分を編んでいきます。この部分は前身頃の
この2段と同じものを編むことになります。ちょうどこういう感じになります。で、これと同じサイズで編んでいる場合は端から V の数を数えて1、2、3、4、5、6、6個目の V の真ん中にマーカーをつけます。反対側も同じように1、2、3、4、5、6、6個目の V の真ん中で、こういう感じで編んでいきます。こっちもこういう感じで、もしサイズが違う場合や違う糸で編んでいる場合にはこの7段目を編んだこの数を数えます。7段目を編んでからその数を数えていきます。この部分の数で同じ数を端から数えていきます。でこの場合はちょうどここになるんですが、ここだと減らし目がしにくいので V の真ん中にマーカーをつけます。ここの場合はここ真ん中で、ここになった場合にはこのまっすぐの長編みの上で、このまっすぐの長編みに合っている場合にはこのままで、 V の真ん中の時もこのまま、こことここの時だけ一つずらします。で編んでいきます。端から今までと同じように編んでいきます。鎖3つ、次は V に V、 でこのままマーカーの手前まで編んでいきます。マーカーの手前まで編んできました。今は V を編んだところ、次は未完成の長編みで、 V の真ん中にも未完成の長編み、一度に引き抜きます。次は鎖を2つ裏返します。V の真ん中に未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。次は下と同じように編んでいきます。長編みの上に長編み、 V の上に V で、このまま編んでいって端まで編んできました。こっちは閉じ合わせる糸を残さなくていいので10センチぐらいで切っておきます。こちら側が終わったらもう一方を編んでいきます。で裏返さないで首に当たる方、ここから編んでいきます。端からではなくて中央寄りから編んでいきます。でマーカーをつけているところ、同じところに針を入れます。鎖を2つ、1、2、次はこの長編みの上に未完成の長編み、一度に引き抜いて減らし目、マーカーをつけておきます。で次からは下と同じように編んでいきます。 V の上に V で、このまま端まで編んでいきます。端まで編んだら鎖3つ編んでまたこっちに戻ってきます。2段目のマーカーの手前まで編んできました。 V の中に未完成の長編みで、マーカーのついているところにも未完成の長編み、
一度に引き抜いて減らし目。これで2段が終わりました。でここも10センチぐらい糸を残して切ります。で次は閉じ合わせていきます。次は肩を剥ぎ合わせていきます。2枚を重ねているんですが、この時最初の糸端が同じ側にならないようにします。1枚はこっち側、もう1枚はこっち側、別々になるようにします。でこれから閉じ合わせていくので、今上を向いている方が裏になります。糸が長い方から閉じ合わせていきます。で端と端を合わせます。一番端はこの鎖の下から3つ目、1,2,3、3つ目に針を入れます。2本の糸の下になるように、で同じところにもう一度針を入れます。でこの手前はここ、手前から向こうに2本の糸の下で、向こうも2本の糸の下で、端と端を合わせます。で次も2本の糸の下で、向こうも2本の糸の下で、次も同じように次も このまま端まで合わせていきます。端まで合わせてきました。最後はこことここで2回、端と端は2回針を通します。でここに糸があるので結んでおきます。であとは糸を隠していきます。こっちも隠していきます。で糸端を隠し終わったら、こちらも同じように剥ぎ合わせていきます。次は脇を閉じ合わせていきます。で腕を通すところは閉じ合わせないで残しておきます。でこの長さは私の場合は約24センチ、これぐらい残しておきました。で下に厚手のものを着る場合には少し広めの方が着やすいと思います。で段数を数えると15と16の間、好みで幅を決めてください。これから
閉じ合わせていきます。でその前にこの角の穴が目立つ時にはこの結び目を一旦緩めて、で引き締め直すと穴がちょっと目立たなくなります。手前はこの糸端の出ているところ、向こうはこの鎖の V の隣の隣、ここから数えると 1,2,3 3つ目に針を入れます。でこれは後で隠す分を残してで残しておきます。で次からこの長編みと長編みの代わりの鎖3つに2つずつ針を入れていきます。ここのここら辺とここら辺、ここら辺とここら辺に入れていきます。でこの鎖3つのところもここら辺とここら辺、次もここら辺とここら辺、なるべく目立たないように閉じ合わせていきます。でこれで端まで編んでいきます。端は2回で次から次はここら辺、こんな感じで端まで閉じ合わせていきます。マーカーのところまで来ました。で端はもう一回で、これを隠していきます。反対側も同じように閉じ合わせていきます。脇を閉じ合わせてきました。次は袖ぐりの縁を編んでいきます。で裏返して脇の下に当たる部分から縁を編んでいきます。でここが閉じ合わせた糸、この隣に針を入れて糸を引き出します。で糸を引き出して一回引き抜いてこれを小さくします。ここから鎖を2つで次の鎖と長編みの間、ここに細編みを1つ
でまた鎖を2つで長編みと鎖の間、また鎖2つでまた間で、またでこのまま肩の一番上まで編んでいきます。肩の合わせ目まで来ました。ここに細編みを1つで、今細編みを編んだので鎖を2つで、合わせ目のところにここら辺に1つで、また鎖2つで、合わせ目で、また鎖2つで、これでスタート地点まで編んでいきます。スタート地点まで戻ってきました。最後は鎖2つ編んで、閉じ合わせた糸の隣に引き抜きます。今は細編み鎖を2つで、閉じ合わせた糸の隣引き抜きます。で、糸を切ります。で、これはとじ針で隠していきます。で、裏で解けてこないように隠していきます。で、こっちも同じように隠していきます。反対側も同じように編んでいきます。次は襟ぐりを編んでいきます。で、肩の合わせたところからスタートします。で、ここら辺から針を入れて、鎖を一つ、同じところに細編みを一つで、次は鎖を二つで、この鎖と細編みはあまり緩くならないように編んでいきます。で、次はこの長編みと長編みの間、ここに針を入れて細編みをします。で、目立つようだったら他から糸を借りてきて細編みを一つで、また鎖を二つ、ここが緩いと広がってしまうのでちょっとしっかりと編んでいきたいと思います。細編み鎖を二つで、また長編みと長編みの間で、この穴が目立つときにはちょっと他から糸を借りてきて、なるべく目立たないところから細編みをします。また鎖2つで、こここういう感じで編んでいきたいと思います。また鎖2つ。
次はこの一番へこんでいるところ、ここには引き抜き編みでつなげようと思います。ここはこの V ネックの V を作ったところ、でここが穴が広がっているときは糸始末をするときにちょっと縮めておきます。この穴が広がりすぎないようにしておきます。でまず鎖を2つで引き抜き編み、でまた鎖を2つでまた間、ここは細編み、次も鎖2つで細編み、鎖で細編み、このまま肩のところまで編んでいきます。この合わせ目まで編んでいきます。肩の合わせ目の手前まで編んできました。また鎖を2つで、ここら辺に細編みを1つ、また同じように編んでいきます。鎖2つで、次はこことここの間、ここぐらいに入れていきます。でここだとちょっと目立つので、隣から糸を借りてきて細編みで、また鎖を2つで、こことここの間、で次はここではなくてここに細編みをします。この V の真ん中、まず鎖を2つで V の真ん中、これは背中を編んだ時のこの部分、まっすぐ編んでいるところ、ここに細編みを一つ。で次はこの首の後ろにあたる部分。で長編みに細編みを編んでいきます。まず鎖を二つ。長編みの上に細編み。次は次の長編みの上に細編みをしたいので鎖を3つ、ここでは鎖2つではなくて3つにします。次の長編み、こんな感じで編んでいこうと思います。また鎖を3つ、長編みの上、鎖を3つで長編みの上、
またこの斜めのところとまっすぐのこの間、こことここ、この部位にはまず鎖を2つで、部位の真ん中に細編み、で次はこの斜めの部分、また鎖を2つで、この間、ここと合わせます。で、つなぐんですが、この時は鎖を1つ。で、このまま糸を切ります。とじ針で合わせるので、ちょっと長めに糸を切って、この最初の細編み、手前から向こうに針を入れます。で、最後の鎖、ここに上から針を入れます。これでここも鎖が2つで、大きさを揃えて、で裏で隠します。としっかりと補強する感じで、で隠していきます。最後に裾を飾り編みします。で、また合わせ目からスタートします。で、鎖を一つ、同じところに細編み、で次はこの V を編んだところ、ここに長編みを一つ、次は鎖を二つ、1、2で、同じところに長編みを一つ、で次は長編みの上に細編み、これで細編み、長編み、鎖2つ、長編み、細編み、これを繰り返していきます。細編みの次に長編み、鎖2つで長編み、で長編みの上に細編み、でまた長編み、鎖2つで長編み、でこういう感じで繰り返していきます。長編みの次は細編み、長編み、鎖2つで長編み、でこれで一周します。一周したら最初の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わりました。次はこの長編みの上に細編みをします。
で、ここで鎖や細編みを編まないで、このまま長編みの上に細編み。で、後で分かりにくくなるので、このループの根元にマーカーをつけておきます。で、このまま長編みの上に細編み。次は長編みと長編みの間、ここに細編みを2つ、1、2、次は長編みの上、これで細編みが4つ、次はこの細編みの上に引き抜き編み、細編み4つの次は引き抜き編み、また細編みを4つ編んでいきます。長編みの上に細編み、間に細編みを2つ、長編みの上に細編み、これで4つ、4つ編んだら引き抜き編み、細編みの上に引き抜き、こういう感じで編んでいきます。で、引き抜いたらまた細編みを4つ、で、細編みの上には引き抜き編みで、また4つ、これを繰り返して1周します。細編みで1周してきました。最後はとじ針で始末するので、少し長めに糸を切って、マーカーのついているところ、ここに手前から向こうに針を入れます。で、最後の細編み、ここに上から針を入れます。で、大きさを揃えて、これをほどけないように何回か通して、で、隠していきます。で、今出ている糸端を全部隠したら出来上がりです。首元はVネックですっきりとしていて、裾はちょっと可愛い感じにしました。とてもバランスよく出来上がりました。で、シルエットも横が広めで、裾はちょっとだけ短めになって、で、形がとても可愛らしくなりました。で、サイズは上から下までは52センチ、裾は58センチ、で、袖ぐりは28、で、首元は25の9センチの18センチ、こんな感じになりました。使った糸は290グラムです。で、この玉でいうと8玉。7玉と少しだけ使いました。最後までご視聴ありがとうございました。